ーが入ってないからなの。ママも太めだもんね。ほら健康家族なしチキンお料理版。 Do you know me? 雪山でなら分かってます。こういうところであんの。だからアメリカンエクスプレスカードです。お申し込みは今すぐこのパンフレットで。出かけるときは忘れずに。すぐおいしい、すごくおいしい。すぐおいしい、すごくおいしい。日清のチキンラーメン。今日東紅茶25袋入りティーバッグ2個買うと、もれなくメルヘンな付近が当たります。みんなにあげちゃう。日東紅茶メルヘンラフキンプレゼント。考えてないようで、みんなそれぞれ自分のペースで頑張ってるんだよね。マイペースマイペース。君にプラスの大審判。全国のプロレスファンの皆様こんばんは。今週は道の区盛岡にあります岩手県営体育からの放送でありますけれども、まずファンの皆様には 8.31 両国国技館決戦の模様、ダイジェストでお届けしてまいりたいと思います。タイガーマスク対小林邦明のインタージュニア戦、そしてスタンハンセンテッドデビアスに天竜、それから鶴田が挑戦する PWF 認定の世界タッグ選手権の模様です。いずれも手に汗握る素晴らしい内容のファイトです。どうぞご覧ください。村上君が当選者230分のタイガーマスク、よみがえったトラ選手、ニュータイガーのファイトを見せてくれタイガーマスク。インターナショナルジュニアヘビー級選手権者230分の小林邦明、第16代の NWA インタージュニアヘビー級チャンピオン、トラハンター小林邦明。さあカウントが進む、カウントが進む、小林がもらった。さあ世界マスク高いようにドロップキックだ。空中殺法が冴える、空中殺法が冴えるタイガーマスク。さあ遠いは金本だが、おっとショルダースルー。そして今度は小林のバニカ、小林のバニカ、おっとジャンピングスピンキックでタイガーマスクを場外に落っこり投げました。竹内さん今度は小林が飛びますよ。さあ小林が行った。ちょっと体を流すようにしてそのまま太陽を浴びせかけました。これは完全に当たりましたね。山田さん当たりましたね。相当ね大きいダメージですよ。はい、体をね横のようにぶつけましたね、はい、そうですね。ちょっと体が流れるように上がっていきましたが、さあ今度は小林が先に、小林が先にリングラインに戻りました。さあカウントが進みます。和田恭平レフリーのカウントが進みます。しかしタイガーマスクも取った、タイガーマスクも取った。エトロンサイドに上がった。さあフィッシャーマンか、フィッシャーマンか、自動だブレイバッターだ。そして後ろへ回って、あーあーと足を蹴った、ロープを足を蹴った、ロープで足を蹴った。両者ラックダウン、両者ラックダウン。まさに小林邦明とタイガーマスクの名勝負伝説がまたこれが始まったような気がいたします。一進一退の攻防、熱を帯びてまいりました。両国国技館4回目の決戦、タイガーマスクの雪辱になるか、小林がタイガーマスクを返り討ちにするか。さあまた速い動きになりました。ショルダースルー、両者ショルダータックル、かなり疲れています。これはスタミナの勝負に張りになりましたね。竹内さん、そうですね。あとはですね、大技を一発どちらが先に決めるかですね。ここはもう正念場です。もう根性だけ、精神力だけであります。さあどっちが速く立つか、向こうがタイガーマスク、名前小林。さあ小林が主導権を握るか、小林がロープに振った。おっと後ろからコブラか、いや終わった、坂総坂上、こんな危ない危ない、小林危ない、カウント入る、カウント2、カウント2。追われる立場になりました小林邦明。タイガーマスクの他にもキッド、井上、チャボ、そして藤と大勢のもうチャレンジャーが小林のベルトを狙っています。さあタイガーマスク、ベルトに大きな勝手か、ガーッと押さえ込んだのは小林、カウント2。いやー山田さん、小技あり、空中殺法あり、大技あり、見せますね。そうですね、今のところね、ちょっと表面的には、はい、タイガーの方がスタミナがまだ残ってるような気がするんですかね。そうですか。しかしバックトラップ、おっとスクッと立った、この辺は意地だ、執念だ。そして遠裏に回ってバックの取り合い、バックの取り合い、あージャーマンスープレックスホールド、これはどうか、
重力、そしてもう一回行くぞ、もう一回行くぞ、カウントどうだどうだ、カウント 2.5、 まだですね、まだまだ決まってませんね。もう一発欲しいですね、もう一発、ものすごい一戦かかりました。思わず山田さんからもう一発欲しいと言いました。思えばタイガーマスクが 6.21 負けた時もフィッシャーマンズスープレックスを2回連発して敗戦になってしまったんでありました。さあもう一回いくぞ、タイガースープレックス84 85、タイガースープレックス85。仕上がりました。相撲出身天竜260パンドジャンボ鶴田、常に第一線でプロレス界を引っ張りますジャンボ鶴田、日本が誇ります白竜コンビ280パンド、テトデビアス、新しいパートナーテトデビアス、実力全開です。重量世界のベルトを締めました。判定さあ、ジャンボ鶴田と天竜、スープラトンの攻撃だ、ハンセンを目標にしている、さあ、おっと、キックだ、バリがかりのキック、正面、顔面と後頭部、顔面に当たりましたね、顔面と後頭部、さあ、いった、天竜、ここで円髄、円髄切り、さあ、倒れ込みながらも、テッドデビアスにタッチ、テッドデビアスにはエルボーバット、円髄、天竜が果敢に動き始めました。さあチャンスが訪れました。テッドデビアスからピンフォールを取れば第3弾、おっとそのままボッ、さあそのまま落とした、あ惜しいな、今のパワーボムは惜しかったですね、パワーボムは惜しかったですね。さあ放送時間はあと2分でこの両国の国技館からお別れですけれども、流れが両チーム早くなりました。場外、場外スタンハンセンを場外に送り出しているジャンボ鶴田と天竜でありますが、さあリングの中はテッドデビアス、今天竜からジャンボ鶴田へつながれた、さあテッドデビアスもちょっと疲れた表情だ、勝機が訪れた、勝機が訪れた、ラストラリアット、ここでジャンボラリアット爆発、いったぞ鶴田、勇気を振るって右肘を思い切ってラリアットに託しました。そして世界を取ったバックドロップ、ルーテーズを超えたバックドロップ、そのままピンチ、惜しい惜しい、実に惜しい、ここでカバー成功ならば第3代の世界タッグチャンピオンチーム誕生ですが、さあテッドをコーナーに放ってもう一回突進、ラリアット外れた、ジャンボラリアットは外れました。さあ今度はコーナーのコーナーに打ち付けます、スタンハンセンとジャンボ鶴田、さあ両チームの絡み合い、場外に4選手が出ています。リングの中ではテッドデビアス、コーナーには天竜がいますが、さあ放送時間はあと45秒でこの両国からお別れですけれども、果たして最後まで試合をお伝えすることができるでありましょうか。 TWF 認定の世界タッグ選手権、まだまだ勝負の行方は分かりません。さあどうでしょうか、ダメージを受けておりますのは顔の表情を見ておりますとテッドデビアス、しかしリングの中はスタンハンセン、モーデントフライングボディープレス、あっと右肘を狙い撃ち、天竜も飛び出した、右肘サポーターがいつの間にか剥がされました、サポーターが剥がされました。さあリアットウエスタンダリアット、ウエスタンダリアット、さあガン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 、テッドデビアスが右の肘を狙っている、サポーターは剥がされました。はっきりとはっきりと手術の後、21針の手術の後がはっきりと見えます。そこをめがけましてテッドデビアスが打ちまくります。テッドデビアスがジャンボ鶴田の右肘を打ちまくります。そして場外に天竜を送り出したテッドデビアス、そしてスタンハンセン、予告の左のウエスタンラリアット、予告のラリアットか、予告のラリアットか、さあ場内を回ったリングの中に仁王立ち、さあ予告のラリアット、ジャンボ鶴田を正面に向かせますが、テッド、そしてラリアを寝かせたままラリアットを打ちました。ラリアットを打って今度は左の肘を打ちまくります。スタンハンセンの猛攻が続いております。さあ勝負の域はどうなるのか、世界タッグの選手権試合、激しい勝負、まだ 70% しか治っておりません。ジャンボ鶴田の右肘、完全にテーピング、サポーターはありませんが、その右肘をもう完膚なきまでに右の膝で押し込んでおります。スタンハンセン、天竜再び立ち上がりました、天竜再び立ち上がりました、コーナーに押し付けて左のラリアット、ウェスタンラリアット爆発、さあそのままもう一回覆いかぶさって
さあハンセンが攻める、ハンセンが攻める、ハンセンが攻める、どうだどうだどうだ、我慢するか、鶴田我慢するか、鶴田我慢するか、石井が頑張る、石井で我慢する、鶴田我慢する、鶴田我慢する、締め上げる、締め上げる、さあハンセン締め上げる、スタンハンセンが締め上げています。まだ勝負がつかない、テッドが来た、テッドが天竜に右肘、さあまだ我慢する、素晴らしい我慢だ、鶴田よく頑張っています、鶴田よく頑張っています、まだ勝負がついておりません、まだ勝負がついておりません。さあもう一回右の肘を思いって攻めまくる、攻めまくるスタンハンセンであります。ガン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 攻めまくる、これはもうタイトルへの執念でありましょう。さあ右肘、右肘を裸にされておりますが、もうがっちりと締め上げまして、今体が離れました。スタンハンセン、スタンハンセンとジャンボ鶴田の強烈な攻防。さあタイトルの行方は、どうやらスタンハンセンテッドデジャース組にベルトがもたらされたようですが、しかしどうでしょうか。15分30秒、上樋口レフリーたまらずレフリーストップを命じまして、ハンセンの勝ち。勝負はスタンハンセンテッドデビアス初防衛に成功した試合でございました。セダンのゆとりとクーペのフォルムが鮮やかに調和したフォードアハードトップカリーナ ED 誕生。発表会は9月7日8日。胃を整えて仕事です、勝負です。胃もたれ、胃弱、飲みすぎに塩野義 S 胃腸薬。日西銀の美味しい、ドリバーリのイッチベストチケ。誰か聞いてるぜ。まさか。日西銀の割り芯、太平洋証券でどうぞ。アルソニー、タイプドア誕生。さらに便利に、ファッショナブルに。アルト100万台記念特別使用車です。7日8日はお近くのスズキへ。日本ハムのチキンナゲット、おいしそう。どれどれ一つ、あちちちち、思わずどれどれ、日本ハムのチキンナゲット。12バルク 1.3 リットルカットピー新パーレット、ソレイユ新登場。さあそのタイガーマスクの入場であります。大きな歓声に包まれました盛岡市岩手県営第一館。さあ黄金の虎が見えた、もう花道は大変な人だかりであります。暗山の人だかり、人気者ですタイガーマスク。さあ小林宿敵に雪辱をし、第17代のチャンピオンになりました蘇った虎選手が盛岡のリングに初登場であります。やはり盛岡のファンもこの日を待ちわっていたようであります。大きな声援をこちらの損でやってきますね、はい、その小林でありますが、この一戦をジャパン軍団の面々とともに熱心にこの観戦、視察をしているわけであります。今度出てくる小林が非常に不気味だ、そのようなことも言っていましたタイガーマスクであります。それからまた新兵器も見せてくれましたタイガーマスクですが、あのタイガースープレックス85、非常にあれは高度な技ですね。考えていますね、はい、まずその左手で相手の首をスリーパーに決めた後ですね、はい、右腕をフルネーションで押さえて、はい、その状態から後ろに投げるわけですね。そうですね、この新兵器をぜひともこの盛岡のファンも見たがっていることでしょう。どこで炸裂するか、新兵器タイガースープレックス85。さあまず試合はタイガーのペースで進んでおります。エルボーです、竹内さん、エルボーにも重みが出ましたね。重みがありますね、はい。それからその空中殺法も今日はまだ出していませんが、要所要所で出してくるでしょうね。まあ、パワーアップしたことでですね、はい、空中殺法が減るんではないかという一つの懸念もあったんですけどもね、今のところその心配は全くなかったからね、はいはい、まずでも空中殺法はマーティ・ジレッティの方から出してまいりました。逆に仕掛けましたね、逆に仕掛けました、いい度胸をしています。そしてフライングメイヤー、タイガーの動きを止めます。非常にこの全体的に
まあ、攻撃的になったといいますか、非常にあの一戦でも小林との一戦でも攻める場面が多かったタイガーですよね。それも小林もですね、攻撃を仕掛けてくるのすぐ切り返してましたからね、はい、しかし今日はマーティージレッティの方が攻撃のペースを超えて掴みかけました。しかしタイガー反撃です。タイガー反撃です。パンチを一発見舞いました。そしてロープに飛ばします。ショルダータックルはタイガーの勝ち。そしてここから空中殺法が出てまいりますが、タイガーマスクスクッと立った、トンボを切っている。そして今度はスルッとタイガー、そしてショルダースルー。この辺の動きにも竹内さん迷いはないですね。迷いはないですね。もう自分の信念を信じて、まだで信じて進んでますね。流れる攻撃を作りますタイガーマスク。そして今度はタイガーの空中殺法でしょうか。要所要所に空中殺法を使ってまいりますタイガーマスク。さあどうだ、ミサイルキックだ、ミサイルキックだ。思わずマーティージレッティが天を仰いでそのまま後頭部から倒れた。カウント2まで行きました。まあこの10キロ増えたことで技にもこの重みと破壊力ってのが出てまいりましたね。今の飛び蹴りにしてもですね、当たった瞬間にもう一回さらにポーンと蹴るわけですよね。あ、そうですね。それからこの空中殺法を要所に使うことによって他の技もこのメリハリといいますか冴えてきてるような気がするんですかね。そうですね、全体的にパワーアップした感じしますね。そうですね、ご覧の表情にも余裕が伺えますタイガーマスク。まあ本当にブランクを感じさせないファイト、そう申し上げて良いでしょう。まあこの試合に対する勘ってのはいいですよね。そうですね、全くその不安はなかったですね。そしてスタミナの方もまず心配ありません。タイガーマスク、さあアバランシュに決めたパワースラム、マーティ・ジュネッティであります。そして今度は空中殺法マーティ・ジュネッティか。あー落ち着いている、よく見ました。終始余裕がありますタイガーマスク。そして重みのあるキックを叩き込みます。胸板ミドルキックだ。そしてハイキック。さあそろそろタイガースープレックス85へのつなぎでしょうか。あるいはあの両国国技館ではローリングジャーマンなる技も出しました。あれ竹内さん、ジャーマンを2回決めたんですよね。ダブルジャーマンの、はいね、さあそのままフラインボディアタックを見せました。非常にいい感をしています。今日は2回空中殺法を使っているんですが、いずれもいいところで決まっています。スライディングキック、スライディングキックで場外へ落っこり出しておいて、こっから飛ぶんでしょうか。さあ行った、飛んだ。しかし飛び方も安定している、非常に安定感がありますね。無理がないですよね。目標をしっかりと見定めて、獲物をしっかりと見据えておいて飛びましたタイガーマスク。リング内で仁王立ちであります。さあ竹内さん、このタイガーマスクはヘビー級転向という新しいテーマもあるんですが、馬場選手はこのヘビー級転向も大丈夫だって太鼓判をしてますね。まあこの2ヶ月でですね、こんだけパワーアップできたわけですからね、はい、そういう面ではもう体重を増やしてヘビーに転向しても十分やっていけるでしょうね。そうですね、まあ誰でもこの将来はレイスあるいはパンクス長州と戦うみたい、この気持ちは分かります。さあそしてまずはジャーマンだ、まずはジャーマンだ。おっとこれが入った、決まった。拍手沸き起こりますが、岩手のお客様としては新しいこのフィニッシュホールド見たかったでしょうね。今日はワンポイントのジャーマンでしたね。岩手県営体育館、今度は全日本軍団対国際説明軍団の対決であります。 8.31 国技館決戦が終了いたしまして、またまた軍団争いが勃発するような気配でありますが、この国際説明軍に強力な大臣大悪党キラー東亜蒲田が入りました。さあ東証ラッシャー木村と東亜蒲田はかつて海外でチームを作っておりまして、大暴れしておりました。それが東亜蒲田、おっとその後ろに、その後ろにザ・グレート歌舞伎が入ります。さあ何か起こりそうな気配、外人軍団を引き入れましてがっちりと脇を固める国際決命軍、今夜は久々に勝利の雄たけびを上げたいところでありますが、不気味の存在ザ・グレート歌舞伎セコンドに入りました。これがザ・グレート歌舞伎であります。その右にキラー東亜蒲田、そしてラッシャー木村、さらには国際決命軍の若手も入っています。
さあ盛岡にあります岩田県営体育館、今度は鶴田と天竜エースコンビの入場であります。さあ凛々しい表情が見えてまいりました。阪神3-1国技館決戦は残念ながら阪神デビアスの座長を破壊することができませんでしたけれども、やはり明暗を分けたのはジャンボ鶴田の右肘大手術の後遺症でした。今夜は 80% 治っているというこのジャンボ鶴田であります。世界タッグ選手権の敗北というのは、しかし師匠ジャイアント馬場は明日につながる敗戦とこういう風に語っておりました。さあ今夜から鶴竜コンビ新たなる出発であります。10月のゴールデンタイム出場においてはやはり全日本軍団の核になります鶴田天竜。さあ勝負に先立ちまして、岩手県営体育館、日本テレビから両軍団に今花束が贈られました。不気味な存在はリングの下におります、ザ・グレート歌舞伎プラス国際決明軍です。勝負の方は45分の一本勝負。さあまず外人軍団キラー東和蒲田、ザ・グレート歌舞伎と密談、力強いパートナーと共闘であります、燃えるラッシャー木村、気持ちを引き締めて再出発天竜。 8.31 は終わりましたけれども、右肘はまだ全開しておりません。 80% 回復ジャンボ鶴田。さあ勝負でありますが大いに盛り上がります。盛岡の岩手県営体育館、ほとんど超満員と言っていいでしょう。なかなかプロレス熱の盛んな、東北の盛岡でありますが、さあちょっと試合前からちょっと不気味な流れになるかと思いますが、キラー東亜蒲田がまずジャンボ鶴田を捉えた。そしてラッシャー木村の方はジャンボ鶴田を捉えています。天竜がキラー東亜蒲田に捕まりました。勝負が始まりました。まだザ・グレート歌舞伎はリングの中に現れておりません。さあしかし天竜の下側にいます。天竜の下にいます。さあ場外大荒れはジャンボ鶴田とラッシャー木村、リングの上ではキラー東亜蒲田、天竜を捉えておりますが、やはりすごい試合になりましたね。竹内さん、はい、大荒れはまあ予想してたんですけれども、ザ・グレート歌舞伎が一つ一つ、国際決明軍団、それから特にキラー東亜蒲田に指示を与えてますね。そうですね、蒲田にですね、試合前からなんかアドバイスを与えてたんですけどね、はい、今やっぱりその柵の外から非常になんか指令を飛ばしてますね。そうですね、大きなジェスチャーでキラー東亜蒲田に今指令を送りました。ザ・グレート歌舞伎まだリングの中には入ってきておりませんけれども、さあどういうような試合の流れになるんでありましょうか。8.31 国技館決戦が終わった後の各会場の試合では、完全にこのキラー東亜蒲田あるいはラッシャー木村あたりと共闘したと伝えられております。ザ・グレート歌舞伎であります。ちょっと不気味ですね。そうですね、まあ、これまで外人と結託という噂はあったんですけどね、ここに至ってやっぱり今日は木村もパートナーにいるわけですからね、そうなってきますと歌舞伎と国際決明軍の結託ということも十分これから考えられるわけですね。そうですね、すでに各会場でザ・グレート歌舞伎、あ、今後ろ姿カメラが捉えました。すでに天竜鶴田は狙撃されております。この勝負の刃に割って入ってくるのか、一旦はドレッシングルームの方に引き上げました。さあ勝負です。ジャンボ鶴田天竜の再出発。まず試合が落ち着きましたので、竹内さん、はい、8.31 国技館決戦、そのダイジェストを今日お送りいたしましたけれども、やはりどうでしょうか、デビアス反戦組に完敗でしたね、結果的にはね。結果的には残念ながら完敗でしたね、ただですね、馬場選手が言うようにして、確かに明日のある敗北であったことは確かですね、うんうん、そうでしたね。それから、まあ、あの試合は勝負の世界の非常さというものをまざまざと見せつけてくれた試合かと思いますけれども、やはり狙われたのはジャンボ鶴田の右肘でしたね。当然やっぱりそこですね、阪神は必要に狙ってきましたね。そうですね、ただあの中でですね、ジャンボがやっぱり痛いのをこらえてラリアットを打ちましたね、はい、あの辺りにやっぱりジャンボの外を通していますかね、新しい投稿を見た思いがしますね。本当ですね、まずその右肘をかばうことなく思いっきり出してバックドロップ、あるいはジャンボラリアットを見舞いました。ジャンボ鶴田、まあ、まさにエースの真骨頂というものを出したと思いますけれども、これがジャンボ鶴田のエースの証明でもありました。さて今夜のこの岩手に乗り込んだジャンボ鶴田の右肘の具合なんですけれども、本人は 80% 大丈夫というふうに言ってますがね。ただですね、やっぱりこれでの 8.31 でですね、外人選手はみんな今度は右腕をマークしてきますからね、はい、そういう面で今がたとえ 85% でもですね、それやっぱり試合の流れの中でどんどんこれやっぱり低下する可能性があるわけですよね。さあ注目のそのジャンボ鶴田に天竜からタッチが行われました。ジャンボ鶴田が右のチョップを出した時に、一つお寺間のファンの皆様、
じっくりと洞察願いたいと思いますが、まだ右の手がまっすぐ伸びない、それから大きく曲がらないんですよね。それがですね、やっぱりどうしても大きな技を仕掛けるときにですね、大きなやっぱりウィークポイントになってくるわけですね、はい。まあ、バックドロップを打っても、それからジャンボラリアットを打ちましても 100% 満足いかなかったというふうにジャンボするとは言っています。まあ、今夜もややハンディキャップを背負っての対戦でありますけれども、国際決命軍にキラー東亜鎌田が加わりました。それからザ・グレート歌舞伎の不穏な動きを見せています。そしてオーストラリアに遠征しておりました、郷龍馬、あるいはまたアポロ菅原あたりも完全に、復帰いたしましたからね。入ってきましたね、まさにもう軍団強化はだんだんなってくるわけですね。国際決命軍さらに厚みを加えています。さて久々の来日キラー東亜鎌田、どうでしょうか。流れによっては得意のジャンピングハイキックが見られるかもしれません。かつては PWF のベルトを締めた男、このキラー東亜鎌田、まあ峠は越したレスラーだと言われておりますが、竹内さん、怒らせると怖い選手ですよね。まあ、ともかくずる賢いことにかけてはもう天才的なレスラーですからね、はい。そういう意味でやっぱタッグマッチになりますので、ね、非常にやっぱりそのうるさい存在になってきますね、はい。再びジャンボ鶴田に注目してまいりましょう。ハステン最地国技館決戦、竹内さん、はい、ジャンボ鶴田と天竜のいわゆるコンビネーションワークはどう見ましたか。コンビネーション的にはですね、ハステン的な時にやっぱり負けず劣らずいいものがありましたね、はい。まあ、大きな大勝負を終わりまして、おっと今度は国際決命軍、ドン・ラッシャー・木村が出てまいりましたけれども、第1試合が終わって、この放送では一つジャンボ鶴田、それから天竜の、まあ、総点検というふうに見ていきたいと思うんですけれども、竹内さん、コンビネーションは抜群と言いましたね、はい。特にあのダブルで打った円錐切りですか、はい、あの前後から打ち分けましたね、はいはい、あれが非常に効果的になってましたね。それからあの技は大きな選手、反戦潰しには特にいいんじゃないでしょうか。大型の選手にですね、あの一瞬のやっぱりそのスタミナ覚えには持ってくる技だと思いますね。そうですね、まあ、そしてあの対決は 70% の回復だったジャンボ鶴田、特にパートナーの天竜が頑張らなくてはいかなかったんですけれども、天竜の働きはどうだったですか。やはりジャンボがですね、何が何でもやっぱり自分 の, やっぱりその復活した姿を犯人にしようとしてですね、はい、かなりその前に出てましたかね、天竜がちょっと抑えたファイトになってましたね、はい。さあ今夜の岩手県決戦、勝負の方はやはりジャンボ鶴田の右肘がターゲットにしているようです。キラー東亜鎌田が力こぶを入れまして、トップロープのワイヤーロープにこれを巻きつけました。右肘まだ黒いサポーターをしておりますが、国技館決戦の時にはあれがもう地肌が見えてしまいましたもんね。本当に痛い表情でした鶴田。さあ今夜はまだ黒いサポーターはっきりと確認できます。キラー東亜鎌田、右肘をもらってまいりました。そしてこれにさらにまたラッシャー木村が力を加えて締め上げます。 80% まで戻りました、ジャンボ鶴田の右肘。しかしこのシリーズ、竹内さん、まだまだ大引きそうですね。当然もう相手はもう完全にこのやっぱり右肘を狙ってますからね。そうですね、鶴田はこのシリーズまだまだ2つのタイトルマッチがあります。大変忙しいタイトルマッチ、責任も多い。さあ天竜が今フォローに出ていきます。天竜が後ろ側から回りましたけれども、さあラッシャー木村が力ずくで外人軍団、国際決命軍団のブルーの三角状に連れてまいりました。そして力のありますキラー東亜鎌田に渡します。ジャンボ鶴田の試合のスケジュールですけれども、鶴田天竜と並んでインタータッグの防衛戦が松本大会、それから鶴田は最終の後楽園大会でインターヘビー級ハーリーレースの挑戦を受けます。インタータッグの場合はキラーカン八つ組の挑戦ですね。これもやっぱりうるさい存在ですからね、はい、当然やっぱりこの右肘をまたまた狙ってくるでしょうね、そうですね。そして身近なところでは今エプロンによります天竜がいよいよタイガージェットシンとユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、これは流山大会であります。さあ力の攻撃に出てまいりました、キラー東亜鎌田、サバ折り体勢、サバ折り体勢、何しろ力があります。力を衰えてませんね、竹内さん。こういう密着技になりますとね、非常にパワーがありますね。ベアハグからどういう風に持っていきますか。あ、やはりラッシャー木村のコーナーに連れてきてスプラトーンの攻撃に出そうだ。いいタイミングでドン・ラッシャー木村に渡しました。さあ息よいよとエプロンに引き上げます、キラー東亜鎌田。やはり力のある選手は怖い。さあロープに飛ばしてクロスチョップだ、ドン・木村のクロスチョップ。さあ破壊力があるのかどうか、軽く跳ね抜ける鶴田、鶴田から天竜、やっと流れを作った。さあスープラトーン、鶴竜得意のダブルのエルボー、当たりました。素晴らしいコンビネーションを誇ります、時代の担い手鶴竜。さあ張り手スモーチョップ、天竜躍動、ドロップキック、ドロップキック、久々に天竜が飛んだ。アスイムナイトを打ち破ります。そしてブレンバスター、ブレンバスター、ブレンバスター、勢いを通しました。さあ
天竜だ。天竜に勢いが出てまいりました。こうなった時の天竜は強いぞ。いずれの試合にもいわゆる勝負のポイントというものをはっきりと見出せるようになりましたね。竹内さん、やっぱり天竜のですね、状況分析といいますかね、試合の流れのつかみ方はうまいですね。やはりこの13年にわたります格闘歴といいましょうか、もう自然と身についたものですね。さあドン・バッシャー決める。さあブルドッキングヘッドロック、これは効いてるのか効いてないのか、顔面を打ち砕いてはおりますけれども、それほど効いたとは思えません。ラッシャー木村のブルドッキングヘッドロック、スッと立ち上がる。この程度では隔離を潰しは無理だ。さあキラーと若又に託します。キラーと若又のパワーを借りなければ国際決明軍勝利の道はないのか。このところ負け続きの国際決明軍であります。さあおっとジャンピングハイキック、これが得意技、かつてはジャイアント馬場を倒した技。さあドラッグキックを打ってきますが、ちょっと足の先で切り上げましたね。やっぱりキックは片足キックになってますね。そうなんですね、片足キックで相手の顎を砕きます。これがキラー等若又、今度はニードラップ、裸足のキラー等若又、ジャンプ力があります。キラー等若又の殺人フルコースが出てまいりました。天竜やや動きが止まってしまいました。どうも青い陣内での戦いが多くなっております。いよいよ秋の陣にかけまして、またまた勃発いたしました三軍団構想、国際決明軍に強力キラーと若又入った。ラッシャー木村のラリアット、さあこれはカバーできそうだ。ラッシャー木村のラリアットであります。当たり具合どうですか。いいですね、この強度ですね、腕の先でその首を引っ掛けるような形にしてもらいます、ね。はい、カウンターになっています。そして木村からキラー等若又にすでにタッチが行われていまして、決権に回るのがキラー等若又。さあ飛び込んだフライングソーセージだ。そのまま抑え込んだがどうなってるか。フライングソーセージは失敗。鶴田やっと間に合いました。天竜の顔がやや青みを帯びてまいりました。かなり効いてますね。蒲田のパワーがなんかものすごい蘇ってきましたね。そうですね、あのジャイアントババを潰して PWF のヘビー級のベルトを取った時のような勢いがあります。さあ両サイドからの鉄槌を加えます。ヘッドバットを打ちました。さあここでラッシャー木村勢いが出てきた。いいパートナーを得てラッシャー木村らしいファイトだ。さあ逆エビの体勢、天竜どこまで踏ん張るか。このブリッジは素晴らしいぞ。さあこのブリッジ、さあ鶴田のラリアット、ジャンボラリアット爆発。腕の具合は 80%、今の当たり具合、竹内さんどうですか。ちょっとですね、手がやっぱりもう一歩伸びきってないんですよね。国技館決戦のラリアットと比べてちょっと曲がりがやっぱりもう一歩足んなかったと思います。もう一つ足りない、まだ 100% の出来ではない。残念です、ジャンボ鶴田のジャンボラリアット。猛爆いたしましたがフィニッシュには至りません。再びキラー等若又、今度は天竜だ。天竜ちょっと足元がちょっとバランスが悪い。また押された。さあ跳ね返す。天竜跳ね返した、大きく持ち上げた、投げた。キラーと若又は投げました。すごい、140キロを投げた。鶴田だ、いや天竜だ。あれだけ打たれながら投げるんですから、素晴らしい底力、馬力です。そして鶴田に渡す。鶴田がなんだ、もう一回ジャンピングニーパット、ジャンピングニーパット炸裂。さあ2人を倒したキラー等若又に何を持っていくか。さあフィニッシュ作戦は何か。鶴田がまた躍動、立ち上がりました。キラー等若又を立たせて、さあまずはキックを打って再びボディースラム、相手を叩きつける。鶴田も天竜も力があります。キラー等若又の140キロを潰します。さあ動きが速くなった、鶴田の動きが速くなった。何を持っていくか、思い切ってストンピング攻撃、いい流れを作ってますね。竹内さん、ここで大技一発欲しいところですね。やっと勝機を見出しました。鶴竜コンビの、ま、新しい門出であります。みちのく盛岡の岩手県営体育館、いい勝利をつかみたいところ。ジャンボ鶴田天竜、秋には大一番が待っている。ゴールデンタイムになりましても全日本プロレスのもちろん枠、日本のプロレス界を引っ張っていく鶴竜。さあまずは変わって落とし、天竜にどうやらフィニッシュを預けるか。余裕が出てまいりました鶴竜コンビ。あーしかしキラー等若又ももう前世時代に戻ったようなパワーですね。またもしぶといですね、今日はしぶといですね。さあ天竜、さあおっとどうだ、ここはネックブリーカードロップ、顔面砕きではありません、ネックブリーカードロップで相手の肩をつきました。天竜冷静沈着なプレーであります。一つ一つ考えた技を打ってますね。ここだとエンジを一発決めてみたいところですね、どこで打ちますか。
そして相手は大きいからダブルエンズイも効くかと思いますけれども、あのスタンハンセンを徹底的に痛めつけたダブルエンズイはどうでしょうか。さあ天竜が動き回っています。キラー東亜蒲田の動きがやや鈍りました。まだチャンスが続いてますね。さあラッシャー木村が呼び込みます。しかしキラー東亜蒲田ラッシャー木村の思惑通りちょっと動けなくなりましたが、今取ったエンズイ、ここでエンズイがヒット。さあ鶴田につなぐぞ、エンズイがヒットしています。完全にキラー東亜蒲田の動きを止めた鶴竜トンビの夜明けだ。さあどうだ、何でいくか何でいくか、ジャンピングリーダーの先端に。さあ大いに盛り上がります。岩手県営体育館、勝負が出てまいりました。さあどうだ、おおお、さあ世界を取ったバックドラフト、これが効いたぞ。140キロ投げて完璧に抑え込みました。完璧に抑え込みました。天竜のフォローも 100% 完璧でした。やりましたジャンボ鶴田。スターハンセンを投げた時にはまだ自分でも 100% の敵ではないと言っておりましたけれども、この岩手県営体育館は再出発鶴田天竜。今のバックドロップの敵は何点ですか。ラリアットはちょっと不十分だったんですけど、はい、最後のバックドロップはパーフェクトでしたね。パーフェクト、素晴らしい 100% の敵。これでジャンボ鶴田完全回復と見ていいでしょう。わあ、背筋がすっきり気持ちよさそうですね。はい、今日ご紹介するのがこの背伸び運動座椅子なんです。あらゆる神経が集中している背骨、普段からすっきりさせておきたいものですね。そこでぶら下がり運動器を応用して作られたのがこの背伸び運動座椅子なんです。ご覧のようにぐーんと持たれるだけで体がスムーズに移動し、背筋を思いっきり伸ばしてくれるんですよ。そして反動ですぐ起き上がれ、腹筋の弱い女性やご年配の方でも OK。 さらにこの指圧吸付きクッションを使えば背中のツボを刺激し気分爽快、体の疲れもほぐれますね。また長時間座っていても姿勢に無理がありませんから少しも疲れません。このストッパーでお好きな角度に固定すればリクライニングソファーにもなるんですよ。色も淡いピンクと美しく、クッションもソフトで座り心地満点です。さあお値段です。本日はこの背伸び運動座椅子にレースカバーをお付けして特別価格の 16,800円とお買い得。なお分割なら2560円の7回払いです。お申し込みは大阪 06-648-1000 番、 06-648-1000 番です。お電話お待ちしています。一気に燃え上がってまいりました。さあいよいよ復讐因縁のドロドロとした、そしてまたどうにも収まりがつきそうもないファイトが展開されます。長州軍団対タイガージェット新軍団、まず長州力と安の入場、これが長州だ。この岩手県盛岡にも長州後援会が発足。長州力の出身校、専修大 OB、 モントリオールオリンピック銅メダリスト工藤明さんが岩手県も都の出身ということで、長州力の大きな後援会が誕生しました。さあ長州、大勢のファンの前で震える虎会議に出ていきます。長州力、安吉明登場。これよりタイガージェット新キラーブロックス入場でありますが、試合が荒れるのでしょうか。それを予想してまずリング上、日本テレビから長州力安に豪華な花束が今送られました。レフリーは城樋口さん。メインイベントは60分の一本勝負。さあ今度はどこから出てまいりますか。タイガージェット新とキラーブロックス、長州力を血まくりにしてやる。三菱攻撃の次なる手は今度は調子を二度とマットに上がれないようにしてやる。これがタイガージェットシンの言葉です。非常に吠えまくりますタイガージェットシン。何しろ人一倍プライドの高い男、待ち受ける長州力安吉明。さあどういうファイト内容になりますか。タイガージェットシンがリングサイドまで来ました。かつては面白いようにいたぶっていた長州力を再びこの全日本プロレスのマットで血祭りに上げるかどうか。怒らせると怖いタイガーデッドシン、そのそばにキラーブロックスが2人寄り添っています。
そのキラーブロックスがタイガージェットシンの手足のように動き回ります。悪知恵を働かせるキラーブロックス、とんでもない悪事を働きますが、リング上に登場と同時にさあ長州力がぶつかっていったが、さあしかしすごいまた試合になりそうですね。竹内さん、サーベルでもう吹きまくってますね。もう喉をですね、もう追いついてますからね、長州力が早くも倒れ込みました。キラーブロックスは八つ吉明を捉えています。さあサーベルの来た攻撃だ、長州力倒れた、八つ吉明の喉笛にもサーベルの塚を刺します。大荒れの名イベント、どういう試合になるのか。さあまだまだ勝負は始まったばかりでありますが、さあサーベルはまだ手の中に入っているのかどうか。長州力が完全に倒れ込んでおります。ちょっと竹内さん、予想外の試合展開ですね。もう今日はですね、長州は何が何でもオーソドックスだし展開を期待してたんですけどね、はい、またまた芯に突っかけられましたね、はい。まあ、試合前に長州力は相手がタイガーゼット芯だと自分のペースをつかめない、まあ自分の思う通りに試合をやってみせると言ってたんですけれども、タイガーゼット芯が長州力のペースを完全にかき乱しました。さあスロー攻撃に入っているのか。今ゴングが鳴りました。60分の一本勝負、正式なゴングが鳴りました。クルエル猛虎タイガージェットシン、またまた一波乱ありそうな名イベント。熱菱大会は後楽園ホールでしたけれども、あの白煙が回る中ですね、このプロレス新時代を叫んだ長州力ですけれども、真の罠に落ちましたよね。そうですね、あれはですね、やっぱり試合展開の上に完全なもう真のペースにやってやがりましたね、はい。そしてかつて名古屋の大会では17針を縫うという重傷を負わされました。この長州力、恨み骨髄の相手、なんとか敵討ち、復讐に燃え上がっておりますけれども、タイガージェットシンのこのラフ戦法、独特のラフ戦法であります。まだ攻撃ができません、長州力。タイガージェットシンの猛烈果敢な攻撃、タジタジの長州力、どこで立ち上がるか。もうまさに先制攻撃で息の根を止めようとしてますね。そうですね、このままもうずるずると長州をですね、はい、締めにかかってますからね。そうですね。さあしかし根性の男長州力、どこで自分のペースを取りますか。今度はキラーブロックス、二重殺人だ。タイガージェットシンとキラーブロックス、まさに殺せ俺たちの血だ、こういう風に叫びながらの攻撃。キラーブロックス、いやどうしても陣営はタイガージェットシン、キラーブロックスコーナーです。さあ今思い切って右の肩を入れた長州力、さあバックドロップかな、バックドロップだ、バックドロップだ、やっと起死回生のバックドロップ。長州力、タイガージェットシンを自分の得意の技で突き放しました。こっからですね、攻撃はね、竹内さん、まずやっぱりヤツに繋がるわけのわけですね、さあヤツだ、今夜の勝負もヤツの攻撃いたんですが、まず急所蹴り、2発急所打ちを見せました。そして噛みつき攻撃、タイガージェットシン、絶対にマイペースを守ります。タイガージェットシンであります、ペースを崩させません。さあ今度はキラーブロックス、八つ吉明を捉えました。八つ吉明を捉えて、さあ場外乱戦を挑みます。さあ車席の大きな手を持ち込んで安吉明の後頭部にヒット。さあまたしても今度は電話機のロープで思い切って電話機のコードでぐるぐる巻き、今離れました。さあ大荒れの盛岡岩手県営体育館、お客様は総立ち。リングの中、安吉明とキラーブロックス、さあブレンバスター、キラーブロックスのブレンバスター、さあそのままカバーの体勢、カウントが入る、カウントが入る。その間にタイガージェットシンは今リングの下に頭を潜らせました。何か手に入れているようです。今ひそやかに静かにリングサイドに立っておりますが、これがくせ者。さあキラーブロックスがうまくこのおとりになってますね。そうですね、完全にカモフラージュしてますからね。完全にカモフラージュですね。さあどうしてもこのおとりを見抜かなくてはなりません。長州力は冷静に試合の流れを見ておりました。さあ再びタイガージェットシン、狂気をどこかに忍ばせているかどうか。力が起こります。場外に芯を戦いを場外に挑みます。力が起こった、長州力が爆発。さあ再び核火山と化してまいりました岩手県営体育館。さあ大暴れ、あっとタイガージェットシン、今度はゴングの塚を持った、ゴングの塚を持ちました。いやいや、また小槌を持ちました。小槌を持って一撃を加えて相手の流れを問います。八つ吉明にも小槌攻撃だ、ありとあらゆるものを武器にするタイガージェットシン。さあ、さあ、やつに渡すぞ。おっと、コンビネーションがうまくいきません。
安田リングの中に飛び込んでしまいました。場外で勝負を挑んでおりますのは長州力であります。長州力が場外作戦を取りましたね。しかしですね、もうありとあらゆるものを狂気に使ったんじゃ、もう全くやっぱりその長州たちのですね、抵抗は通じませんね。はい、まあ竹内さん、このプロレスターおっと八津義明の喉笛に再び小槌攻撃、タイガージェットシン。長州力はプロレス界全体に、まあ、プロレスの新時代を宣言したんですけれども、一つ一つの壁はまだまだありそうですね。やっぱりこのジェットシン一つを取りましてもね、非常にやっぱり長州にとってやっぱり嫌な厚い壁ですよね。本当ですね。さあ再びキラー、おっとキラーブロックを相手にする。今度は八津義明、うまいテクニックを見せました。ワンダースープレックスでまずキラーブロックスの背中を叩きつけました。さあ流れを受けた、やはりターゲットにするのはやや動きの鈍いキラーブロックスか。勝負に勝つためにはこのキラーブロックス狙い、また飛んだドロップキックを打った、ドロップキックを打って、ここでさあ大将長州力につなぎます。さあ勝負を拾うことができるか、長州軍団でありますが、さあスプラトーンの攻撃、ダブルブレンダスター、長州力。さあしかしタイガージェットシンの動きにもご注目。誘いに入った、そうすると今度はタイガージェットシン狂気を持って正面から行きそうです。誘いがためには入っていますが、また狂気いった、フォークです、いやスプーンです。スプーンを持ちましてタイガージェットシンの顔面を刺しました。今度は安義明自ら飛び込んできて、さあキラーブロックスを翻弄する安義明です。再びジャパンプロレス軍団はスープラトーンの攻撃、さあデッドリーパイルドライバー、調子を抜きながら、これはいい、カウンターで入りました、カウンターで入りました。足は力が残ったぞ、いきなりあとタイガージェットシンに一発かませた。さあ場外リング上では、スピニングトーホールド、八津義明、さあ3回転4回転スピニングトーホールドを見せます。ギブアップを取ったんですね。ギブアップ、ダブルクサーギブアップ、勝負は八津義明の勝ち。さあ場外で大暴れのタイガージェットシン、リキラリアットを一発かませた長州力、タイガージェットシンを場外に送り込みました。勝負は長州力、八津義明、マナ弟子八津義明が非常に冷静に試合の流れを見てスピニングトーホールド見事に完成させましたね。そうですね、それで長州がですね、リキラリアットで非常にうまい好フォローを見せましたね。そうでしたね、長州力、八津義明の勝利であります。しかしまだまだ、ご覧ください、キラーブロックス組、さあ勝ち名乗りを受けます長州力、八津義明チーム。しかしまだまだ今日もピンボールを奪ったのはパートナーのキラーブロックス、タイガー・ジェットシンと1対1の対決はまだまだこのシリーズあるいは実現するかどうか、まあどういう流れになるか分かりませんけれども、まだまだ本当の勝負はついてませんね。そうですね、シングルで決着をつけてほしいですね。本当ですね、勝負が終わりました、腰は拾いました長州軍団であります。大変に大荒れのこの岩手県営体育館盛岡大会、勝負は5分37秒スピニングトーホールド、長州安組の勝利に終わっています。さて来週は米子市産業体育館からの中継でございます。鶴田馬場組はハーリーレース、キラー東和蒲田組と、長州はティム・コーナーと一騎打ちでございます。どうぞご期待ください。決戦ダイナマイトウォーズの日程です。本番流山では UN ヘビー級選手権、9日米子、10日舞鶴、14日松本ではインタータック選手権、15日立川、16日高戸、18日立山、最終戦は9月19日後楽園です。来週は決戦ダイナマイトウォーズ米子大会から馬場鶴田組対レース蒲田組、長州力はコーナーと対戦です。ファイブドア誕生、さらに便利にファッショナブルに、アルト100万台記念特別使用車です。7日8日はお近くのスズキへ。鼻水鼻詰まり、鼻に来たらコルゲンのソフトカプセル、中身が液状ですからいち早く溶けて気持ちよく鼻が通ってまいります。しかも1回1カプセル、これは効きます。
誕生、ニュー日産セドリック。素晴らしき人生、素晴らしきセドリック。土曜日曜はローレル販売会社へ。ただいま。スカン頑固屋台のマカアジ博多門ラーメン。ミラが舞う、未来へ舞う、美しく先端、新型ミラ誕生。7日8日はダイハツへ。